中華人民共和国副主席は中華人民共和国の元首である中華人民共和国主席の職務遂行を補佐する官職国家副主席とも呼ばれる1949年10月1日に中華人民共和国が建国され中央人民政府が設置されると毛沢東が中央人民政府主席として国家元首に就任し首都区劉章期総敬礼 リ渡るルシン、長蘭、高校の6名が、中央人民政府副主席に任命された。1954年に、中華人民共和国憲法が制定されると、中央人民政府主席、副主席の職は廃止され、代わりに、中華人民共和国主席、副主席が設置され、初代国家主席には、毛沢東、国家副主席には取得が就任した。 国家副主席の定員は憲法上を特に定められていなかったものの、1954年憲法の第46条の規定から当然1名と考えられていたが、劉少期が第二大国家主席に就任した1959年の第二期全国人民代表大会第一回会議において、総敬礼と10日ならず部の2名が選出された。文化大革命によって、 呂正期が打倒され、1968年に国家主席を解任されると、国家副主席の総経礼と、党必ず部が空席となった国家主席の職権を代行し、1975年1月の憲法改正によって国家主席が廃止されたが、それに伴い国家副主席の職も廃止された。1982年の憲法改正により国家主席ともに、 国家副主席は再設置され、モンゴル族のウランフが少数民族では初めて選出された。再設置当初、国家主席と国家副主席の両職とも、中国共産党や中国人民解放軍の長老を偶するための名誉職と化していたが、中国共産党中央委員会、総書記兼国家主席の江沢民が1998年に、 中国共産党中央政治局常務委員の子、金刀を国家副主席に任命して、以来、国家副主席は政治局常務委員から選ばれている。さらに、子金刀が江沢民の後を継いで、党総書記、国家主席に就任したことから、国家副主席の地位は、党総書記、国家主席へと繋がるものとして、政治的重要性が増してきている。 現行の中華人民共和国憲法によると国家主席と同様中華人民共和国の公民で選挙権及び非選挙権を有する満45歳以上の者が全国人民代表大会によって国家副主席に選出される。任期は5年連続参戦は禁止されていたが2018年3月の憲法改正で任期制限は撤廃された。なお、 国家副主席が任期途中でかけた場合、全人代で補正を行う。AB、中国全人代、主席任期の制限撤廃イコール終支の長期政権可能にマイナス99.8%賛成で憲法改正。時事通信。2020年7月10日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年7月10日閲覧。届け中。 人民共和国主席。中国政府網。http コロンスラッシュスラッシュ www.gov.cn スラッシュテストスラッシュ2007-11スラッシュ12スラッシュコンテント80万2099。htm 2019年10月7日閲覧。ab 届け中。人民共和国主席。副主席。人民網。 http://cpc.people.com CN 打本 N 2013 0307 C 357001から2070万3935 HTML 2019年10月7日閲覧 AB 会国家主席制止主席遺憾遺憾離新潟環球網 http://m.stnn.cc/pca rticle/6662622019 年10月7日閲覧。世界集法1983年7月12日、pp271985 年に入党。坂江基人の生前は公表されなかったが、坂江基人が死去した際に、 新華社が発表した公式履歴で判明した、堺基人同士キビラ新華社2005年11月3日付け配信記事、ありがとうございます。